原神最強機構武器ランキングトップ3、第3位はフィヨルドの歌です。フィヨルドは会心率を上げつつ、さらに異なる元素が3種類以上いる場合熟知を120くれるのですが、これが熟知も必要とする槍アタッカーととても相性が良く、特に熟知と会心率が欲しいフータオ、セノ、シャンリンとものすごく相性がいいのでおすすめです。第2位は地竜の剣です。地竜の剣は会心率を上げつつ、さらにダメバフを無凸の状態で最大で 30% もくれる武器なのですが、実は両手剣で会心率をくれる武器っていうのが本当にとてもレアで、限定星5武器を除くと他に話し合い棒しか会心率をくれる武器がないので、その時点でとても希少価値が高く強いのですが、加えてダメバフを 30% もくれるということでとても強い武器となっております。汎用性もとても高く、適性のあるキャラクターはほぼ全員です。第1位はローガです。ローガは会心率を上げつつ、さらに元素スキルと元素爆発のダメバフも上げてくれます。特に次復刻でくるアルベドやアルハイゼン、国勢、フリーナと相性がいいのでおすすめです。